はい、今日はですね、エイジ君の新ビジネスコーナーということでございまして、エイジはいろいろ血迷い始めまして、現在はタバコ、まあお酒ですね、ビール、ジン、そして革命打楽器 MP と、今とりあえず3種類、の小売業を始めまして、まあ、一応ここにですね、ジンを割るジュースの粉ということで、小売業を行っております。プラス氷1袋3ペソ、 あとは子供たち用のアイスキャンディー販売ということでですね、やっておりますが、どうぞそんなの儲からねえよとかそういうことはおっしゃらないでいただきたい。儲けようと思って始めてることではございません。暇な日本人が自宅で何ができるかなと、これは暇つぶしの、まあ、言うならば、神々のお遊びということでございまして、やらさせていただいております。まあ、早速なんですけどね、ご近所の方がいろいろ買いに来てくれたりしておりまして、まあ、ちょろ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 売れておりますよ。僕のような日本人がなぜこんなことをやってるのかと興味津々の部分もあるのかもしれませんが、そこはこのエイジ君現地に溶け込もうと必死なわけでございまして、そして、何を隠そう、大輔君にですね作っていただきまして、ドアのところに貼っております。これは前から貼っております。大輔君に作ってもらった新作でございます。これを行っていこうかなと。また徐々に、きっと僕のことですので売るものが増えていくんではないかと思っておりますよ。ということで、本日もバコール州、バコール州じゃねえ、カビテ州バコールからお伝えしておりますが、子供たちも相変わらず元気でございます。ハロー、まあかわいい、もうみんなでね、本当にね、かわいいね、かわいいね、みんなね、いいですよ。どうして僕の家の前には、動物園の檻の中にいるゴリラのような感じでございまして、見せ物小屋になっておりますが、そのうち家の中で踊ってやろうじゃねえかという形で、考えておりますよ。アコニカ、リコアラムサンアコ、シグロアフリカン、日本人かと聞かれたので僕はどこから来たのかわからないと、アフリカからかもしれないと答えてあげました。風が気持ちいいの、夕方は。はい、まあそんなわけでですね、また、まあ、これの続報があるかどうか分かりませんが、いずれにしましても大輔くんが来た時には、僕のとこからこの次はビールを買うということでございますので、大輔さんは僕の大親友でございますので、1本2倍の値段で買っていただこうと思ってます。なので大輔くん、お金はいっぱい持ってきてください。いっぱい仕入れますんで大丈夫ですよ、安心してください。